オルト J は、イングランド出身のスリーピースロックバンド。2007年に結成。2012年にアルバム、アン・オーサム・ウェーブでデビューし、各方面で、音楽賞を受賞。2014年から3人体制に移行した、セカンドアルバム、This is All You r s では、全英アルバムチャート1位を記録した。2007年、リーズ大学の学生であるジョー・ニューマン、トム・ソニー・グリーン、ガス、 アンガー・ハミルトン、グー・イル・セイン・ズベリーの4人でバンド、ザ・フィルムズを結成。その後同時期にアメリカで結成した同盟のバンド、ザ・フィルムズがいることがわかり、オルト・ J に改名。バンド名の由来は、アップル社のマッキントッシュでを表示するキーボードのタイピング順から。バンドのシンボルマークは、である。大学卒業後の2011年10月に EP をリリースし、 同年12月にインフェクシャスレコーズと契約。そして翌年の2012年5月にデビューアルバム、アンオーサムウェーブをリリースし、全英インディーズアルバムチャート1位を獲得。このアルバムは、マーキュリー賞を受賞した。2014年1月に、バンドは、セーンズベリーの脱退を発表し、3人体制へ変わった。同年9月にリリースした2年ぶりのアルバム、 This is All You r s は全英アルバムチャート1位を記録。このアルバムは2015年の第57回グラミー賞で最優秀オルタナティブミュージックアルバムにノミネートされ、ブリッドアワード2015では最優秀ブリティッシュアルバム賞と最優秀ブリティッシュグループ賞にノミネートされた。2018年10月から12月にフジテレビ、BS フジ他で放送された。 クラフター制作のアニメ、イングレス・ザ・アニメーションでは、オープニング曲にテッセレート、エンディング曲にインコールド・ブラッドが使用された。サポート、ありがとうございます。